演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、こちらファミリーマートの天山菜とろろそばを食べたいと思います。こちら前に冷たいやつは食べたことあるんですけど、温かいのって初めて食べる気がしますね。どんな感じなんだろう。この下には山菜がいますね。これは楽しみだ。ではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。ではいただきます。昔はあまり得意じゃなかったんだけど、猫とろじゃなくて変わる。さっぱりとしたお出汁とつるつるとしたのろごしのそばがとろろが絡むことによってちょっと食感の変化があってとっても美味しかったです。あっさりいただくことができましたし、山菜の歯ごたえもしっかりいました。それでカロリーが意外と低いっていうのもいいですね。満足できるそばでしたので、こちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞編パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。